こんにちは、歌三線の小雨です。今回は三線の糸に対するバチの当て方について解説します。ギターを弾かれる方が三線を手にしますと結構簡単に弾かれる方が多いのですが、三線とギターでは糸、弦の揺らす方向が異なります。そういった違いも含めましてお話ししていきます。次にバチの当て方です。分かりやすいように三線を真横にして解説いたします。バチを当てる際に2つポイントがありまして、まず1つ目をお話しします。構えた時に手首を動かすとつい円を描くように動きやすいので、実際にバチを当てた時もに引いてしまいがちです。そこを垂直に引くのが一つ目のポイントです。親指で前に押し出すように引く感じです。2つ目のポイントは押し引きをすることです。糸を縦に揺らしましょう。ギターを弾かれる方に多いのですが、つい糸を横に揺らしてしまう、こんな弾き方をしてしまう場合があります。三線は太鼓と同じ構造ですので、これでは良い音が出ません。まず爪を三線に当てたとき、水平ではなくちょっと下に下ろします。そこから糸を押すような感じで引きます。糸を前に押し出すようなイメージです。いい音ですね。だいぶ音が違います。横に弾いてしまうとこうなってしまうので押します。全然音が違いますね。